いらっしゃいませ。本日もコイム TV の時間が始まります。どうもこんばんは、めぐれ警部です。それでは本日のタイトルコールをお願いします。食わず嫌い王決定戦、もうまい一人食わず嫌い王決定戦第2弾ということでね、やっていきたいと思います。前回はね、皆さんまんまと騙されたようですね。今回はどうですか、自信ありますか皆さん。私はね、ちょっと今回あんまり自信ないよ。あの前回はレバーがダメだったんですが、レバーより多分今回食べるやつの方がダメっぽいです。はい、それでは、早速ですね、1品目から、いきたいと思います。1品目お願いします。はい、1品目は何でしょうね。何ですか。はい、山芋の千切り山芋の千切りです。山芋の山芋のっつってね、言ってますけどね。はい、こちらでございます。山芋の千切りが出てまいりました。これが第1品目。それでは食べていきたいと思います。実食。いいですね、ちょっと醤油かけてね。はい、山芋わさびなんかのっけちゃったぐらいな感じでですね、やっていきたいと思います。それではいただきたいと思います。実食。実食。もういいか、もういいか。いただきます。すごい、すごい、すごい。うん、このね、歯ごたえね、あのすりおろしたやつもいいですよね。いいですけど、このやっぱりこの千切りね、このシャキっていうね、この独特の歯ごたえね。うん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 、美味しい、美味しいね。うん、美味しいです。うん、これはもう大丈夫よ。うん、大丈夫です。美味しかった。よし、ごちそうさまです。後でゆっくり食べます。続きましてお願いします。かぼちゃサラダ。何ですか。かぼちゃサラダ。かぼちゃサラダ。はい、かぼちゃのサラダですね。このかぼちゃを煮たものをマヨネーズで和えた、こういった一品ということでございますね。それでは食べていきたい。実食。いただきます。うん、甘い、甘いね。甘いよ、かぼちゃは。かぼちゃって野菜ですか。野菜の癖して甘えんでやんのって言ってますけど、うんうん、美味しいね。かぼちゃといえば、あのかぼちゃの煮物ですよね。うん、煮物がね、やっぱりちっちゃい時から食べてましたね。うん、うん、おいしい。ちょっと水ください。はい、はい、はい、ありがとうございます。前回あの急にお酒飲み出して、意外とそれに惑わされた方多いんで、今回は水でいきたいと思います。うん、おいしい。それではまたこれゆっくりね、後で食べていきたいと思います。続きましてお願いします。はい、ビーフンと卵の炒め物です。コンビーフですね。コンビーフコンつけるんですビーフンじゃないですよ、コンビーフね。はい、コンビーフ。コンビーフってどうですか、ね、食べます。普段コンビーフ、私はね、ちっちゃい頃からね、あのもう缶のままね、ガッとね、一
ってましたから、やっぱり実食いいですよ。それと卵を焼いたものですね。いただきます。うん、うんうん、これコンビーフの味ってね、このコンビーフにしかない味ですね。うん、うまい。これね、これを焼いたトーストに挟んでマヨネーズかけて、でガーッとね、いきたいね。うん、美味しい美味しい。うん、美味しい。うまい。あー、これネギ、これネギ乗せたんですよ。ネギの青いとこ、これがめちゃくちゃ合う。うん、これはいい。これネギ合うね。合う。うん、うん、うん、うまい。うん、グッ。じゃあゆっくりやっとってね、食べます。今日はね、5品やりますよ。どうですか、今んとここれだなってあります？じゃあ続いての品お願いします。アボカド。アボカド、はい、これは4品目ですね。4品目はアボカド刺しですね。アボカドのお刺身ね、いうことでございます。もうね、お醤油をかけちゃいましょう。うーんっつって、いただきます。実食。これたっぷり。うん、濃いね。濃い、アボカドは濃い。うん、野菜になるこの油っぽいってこれ何なんでしょうね。この油の、野菜の油の美味しさみたいなのありますね。うん、アボカドはやっぱりね、醤油ですね。次行きたいと思います。最後の一品ね。最後の品お願いいたします。いいよ。牡蠣のオリーブ漬け。オイル煮です。牡蠣のオイル煮ですね。はい、オイル煮、こちらでございます。それでは実食。これね、ちょっとこう燻製したね、あの牡蠣なんですよ。はい、うん、おほほ、すごいいい匂いがしますね。いいですよ、これはいいよ。いただきます。まいったね、これまいった、これうまい。水なのが惜しいね。うん、これはね、白ワインですよ、牡蠣は。レモン搾り、牡蠣はね、白ワインですよ。でね、このレモンね、搾るときは皮目を下にしてね、そうすることでレモンの香りがより一層ですね。食材にね、いきますから。うん、うん、うん、ワイン飲みて、白ワイン。これはうまいね、これはいいよ。こういうのをね、食べるようになったんですね。うん、よし、はい、というわけで、全部食べ終わりました。5品ですね。はい、で今回も、皆さんの
予想をですね、ぜひコメント欄でお寄せください。で、正解した人はね、お名前読み上げながら正解この方されましたよっていうことでね、別動画作りますんでね。はい、よしね。で、その正解発表動画は、前回はメインチャンネルでありましたが、もしかしたら、サブチャンネルの方でやるかもしれませんので、わかりません。どっちでやるかちょっと今のところ決まってないので、もしよかったらサブチャンネルの方も、概要欄の方からチャンネル登録お願いいたします。はい、で今日食べてみたちょっと感想なんですけども、レバーより全然ダメだね。ちょっともういい、やばかったよ、結構。結構やばかったよ。結構やばかったな。無理だな。前回ね、レバー最後完食まで頑張ったんですよ。はい。で、今回のやつはちょっとすいません、無理です。ちょっと無理なんで、よく友達来ますから、友達の、人に、完食してもらおうと思います。はい。それはもう責任を持って私が全部食べてもらいますんで、食材はね、一切無駄にしませんので。いやー、参った。ダメだった。ダメでした。なんでそんな呪音みたいな声出すんですか。なんか、ぴょんこ先生が、って呪音みたいな声出しましたけどね。はい。というわけで、ちょっとね、ちょっときっついな。きっつい。きつかったー。というわけで、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。本当に食えないっていうことを再確認して、テンションがだだ下がっておりますけれども、次回の、正解発表動画お楽しみにしていただければなと思っておりますので、ぜひその時までお待ちください。それでは本日の焦点お開きです。さよなら。さよならカモン。さよならめちゃくちゃ声ひっくり返ってるじゃないかい。おい、セバスコイムーです、スコイムーです、スコイムーです。ものすごく大きい声を出せますよ。